銀箔銀箔は銀を金づちで叩いてごく薄く伸ばし白状態にしたもの。金箔同様に物体表面に貼り付ける目的で作られる。銀は金に次いで遠性、転生に富み小さな塊をごく薄く広く伸ばすことが可能であるためにできることであるが安定した金属である金に比べると酸などの化学変化に弱いため製造にあたってはアエンやインジウム、金、 パラジウムなどが添付されることもある。また、化学変化しやすい性質を逆手にとって、銀箔に特殊処理を施すことで様々な色彩を持たせたものも存在する。これらの銀箔は、紅葉箔、玉虫箔、赤貝白紅彩白小白などと呼ばれる。また、銀箔を酸化させるなどして黒く加工したものを黒白という。金箔と同様、 破れやすいので取り扱いには注意が必要である。日本では石川県金沢市が代表的な産地であり、全国シェアは100%である。化学反応を起こし変色した銀箔用途としては主に漆器、屏風などの工芸品のほか葉のコーティングなどに用いられる。他にも、食用銀箔が料理や菓子の飾り付けに、 また、人炭などの薬品や、アラザンなどの食品ではコーティングとして銀箔が用いられる。これらは、装飾目的もあるが、銀は抗菌作用もあるため、岩薬などの薬品においては、コーティングすることで保存性を高める役割もある。なお、インドでは、日常的に菓子などに、食用銀箔が使われているが、その食用銀箔には人体に、 有害な物質を大量に含んでいることがインドの産業毒物研究センターで報告されている。ありがとうございます。